待って、今書いてあったよね。ちょっと待ってね。久しぶりだよ、めちゃくちゃ。1年ぶりぐらい。ありがとう、来てくれて。ずっとね、やりたかったんですよ、実は。ポカは ありがとうございます。いらっしゃいました、ポカさんです。すいません。あ、いいね、こうやって支えになってくれるわ。よろしくお願いします。今日はテーマは決めてないけど、まったりがテーマで まったり皆さんとお話ししたいなという。去年の年末からなんか本当は川田さんのやつになんか一緒に入り込もうとしてけど、その日ちょうど1期生の忘年会がありまして、だからちょっと参加できなかった。どうしても行きたくて。ひな誕生日当たったよ、おめでとう。ポカもおめでとう。このポカはさ、あれかな、ひなグリーンポカかな、笑顔だから。ちょっと待ってね、早い。今日はふわふわの髪の毛です。ニューポカだよね。ちょっとね、お日様といっぱいお話ししたくて今日はやりました。目がかゆい、ここかゆい、前髪当たってるからかな。なんかフォローしましたっていっぱいありがとう あ、これ最推しってやつだ。君し推ししか買ったんだって、ありがとう。すごいね、星いっぱい、ハートもいっぱい、ありがとう。しそちゃん髪ふわふわ、そう。今日はふわふわヘアです。フォローしました、フォローしました。おお、かわいい、かわいすぎだわ、優勝、かわいい、一生ついてく天使大好き。すごいこれ 本当になんかお祭りみたいなんだけど、ショールーム久々に1年ぶりぐらいにやったら。待ってね、ワンピースだよこれ。マウジーのワンピースを着てます。インスタグラムをよく見てくださる方は知ってると思いますが、マウジー大好き人間です。マウジーっていうのは洋服のブランドでした。ハッピース、めるるー。なんか結構この速度で文字を見たのが久々で、やばい、今何分始めて5分で、ちょっと今すごい衝撃なんだよね。衝撃のスピーディー文字読みのちょっとあれがあるな。一旦休憩しよう。優しい G ボーイズに入らない、私 G ボーイズです。まつげギャンギャン、そうなの、これやばいよね、結構ね、びっくりだよね。結構今までで一番今まつげ上がってるかも、びっくりしてる自分でも。夜ご飯食べたよ、みんな食べた。っていうかさ、寒いよね今さ、みんな何してるの。私は室内だけど、外の人めっちゃ寒いよね。明日雪疑惑あるよね。あ、久美さんの誕生日です。そう、今日おめでとう、久美ちゃん。おめでとう。これ言っていいのかな？守りたい、この笑顔。ありがとう、守ってほしい。推ししか勝たん、君しか勝たん、みんなお祝いしてる、おめでとうだよね。昨日ポカあったかいよ、こうやってると。クミさんが誕生日になった瞬間一緒にいました。なんとゲームをしてたら誕生日になってて、
びっくりしてハッピーバースデーって真隣で歌ったよ。誕生日の瞬間一緒にいるの結構初めてだったかも。楽しいね、なんか誕生日の瞬間一緒にいると楽しかった。で一緒になんかタンプレを私が一人で考えたけど、結局何がいいか分からなくて、なんか一緒に旅行するとかそういうのはどうみたいな言って、あいいねってなって、それで、あディズニーも行きたいねとかで、クミさんがそろそろちゃんと指輪買おうよって言ってくれて、それでお揃いの買おうかなって。でも絶対買わないと思う私たちはそう、でも旅行行きたい。いっぱい話しちゃった。こんばんは。あ今から見てくれありがとう。おもうこんなたくさんの方が見てくれてると思うとちょっとドキドキ。カトシ軍団いたな今。ありがとう待機、とりあえず待機で。旅行どこ行きたい、どこかな、旅行沖縄沖縄をでまさかのぼーっとしてたい何ちょっと待って、海外も行きたいな、海外も行きたい、全部のディズニー行きたい、海外の。ちょっと待ってね。おこうやって止めないと。沖縄自分も行きたい、長崎来て行きたい、オードリーさんとまたロケどこか行きたい、山下美月、なんて書いてあったんだろう、山ちゃんの名前見えた。でも山ちゃん最近会えてないの、会えてないけど、あの紅白の日会えて、あのなんかすれ違うたびになんか喋って面白かったって感じビートで逃避、懐かしい。でこれねナッチョがめちゃくちゃ大好きで、ナッチョめっちゃ聞いてる、私も聞いてる、大好きで。山下美月ちゃんも大好きってコメント見えた。もうちょっとカトシ最近元気だよ、元気だけどさ、めちゃめちゃさ怖いことがあって。あ何ミラーボール回ってるフィーバータイムって言うんだ、マナフィーバーじゃん、マナフィーバー、マナフィーの家行きたいな、入れさせてくれだそう。あ怖いことあったの、そうそう、なんかもう連日身の回りの電化製品が壊れるっていう怖いことが起きたので、撮影とかあったらモニターが急に映んなくなったりとか、そういう感じだから、中里依紗さんを待ち受けにしています聞いてないのに怖いな怖いなって言ってる人いた、それは怖いでしょ。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー踊ればね大丈夫だね、両耳かけて、なんでいいよおすすめの一人まるありますか。結構一人でもどこでも何でもやっちゃうタイプだけど、私一人映画よくするかな、最近来てないけど、なんだっけ、去年最後に見たの何かな、去年一人映画最後にしたの
ブラックパンサーは久美さんと見に行ったし、スズメの戸締まりだを見に行きました。みんあ、スズメの戸締まり見たって今ちょうどコメント来た。そう、みんな一斉に日向坂メンバーが見た時期があって、みんななんかお返しますってずっと言ってた4期生と話してる。4期生ね、話してるのかな、わかんない。でも4期生 はすごい挨拶してくれてありがとうって思うんだけど、なんかお疲れ様ですって言ってくれて、でなんかこう急に あのありがたいんだけど、あのびっくりしてぼーっとしちゃってるたら、ぼびっくりなってんじゃないかちょっと落ち着いて。それでで私今ってなって、お疲れ様ですってなって、そういう感じだからごめんって思う。挙動不審でごめんねっていつも思ってるけど、みんななんか日向坂が大好きって言って入ってきてくれた子が何人もいて、すごい嬉しいな、嬉しい。4期生みんな元気でびっくり。この間レコメンに来てくれたんだけど、あの一瞬収録だったから、4期生はまだみんなあの18歳以下の子とかもいるから、収録だったから会えはしなかったけど、放送聞いててなんかすっごい元気、なんか初めてのラジオであんな喋れてすごいなって思った。明るいねみんな。4期生の締めは、え、お締めみんな好きだよ、みんな頑張れでも小西がめちゃくちゃ好きって言ってくれて本当にありがとうって、本人にはあんま言えてないんだけど本当にありがとう本当かな。でもなんかオーディションの時も加藤志保さんが好きでみたいな言ってくれてたっていうのをスタッフさんから聞いて、めちゃくちゃ嬉しいんだけどってか、なんかあんま伝えられてない。ひなちゃん、変わったひなちゃんってめっちゃいる、書いてある。ひなちゃんとのエピソードってことかな。ちょっと今なんかさ、一人でいっぱい喋ってたら英語みたいになってきた全然英語じゃないけど、え、ひなちゃんだ。ひなちゃんは最近会ったっけ。あ、でも今年一緒にディズニー行った、インスタグラムに載せたんだけど、なんかさりげなく写真撮ってくれてめちゃくちゃかわいい、ありがとう。カシャカシャって隣で撮ってて、ありがとうって。なんか去年読売ランドに行った時に、私写真撮るの下手なんですって言いながら写真いっぱい撮ってくれて、なんかそんな感じでもひなちゃんが初めてのアトラクションいっぱい紹介できて楽しかった。あの美女と野獣のあの乗り物乗ったことなかったらしくて、それであのすごいねドキドキしてたよ。昨日ストーリーに載せたんだけど、初めて美女と野獣の乗り物に乗るひなちゃん、なにひとしちゃん今日着信送って、オッケー。ちょっと待って、インスタのやつ、そう洋服かわいい、ありがとう。今日さ何着ようと思ってさ、目の前にあったやつ着てきちゃったなんか本当は水色系の着てこようかなって思ったんだけど、なんかあのコナン見てたら時間がなくなっちゃって、こう急いで着たよ。しおちゃん水色似合う、ありがとう。髪型かわいい、ありがとう。ちょっと今日始まる前思った以上にふわふわしててびっくりしてドキドキしたけど、そうマウジーだよねえ、わらわらわらって送ってくださる方さ、なんか時差がちょっとあってわらわらわらってどこで笑ったか分からなくてドキドキするう
ウィンクしてよで、うまくなった。最近前髪伸ばしてる。え、伸ばしてない。なんか月と星が踊るミッドナイトの時期は、え、ミュージックビデオが、え、ミュージック待って、ミュージックビデオって言ってしたから最初に M って言っちゃった。ミュージックビデオ撮影の時前髪分けてたからなんか伸ばしてる風だったけど、なんかその曲の感じに合わせて分けてた感じで、うん、でもいつかいつか伸ばしてみたい。両目でウインクできるってすごい。本当すごいのこれ。なんか気づいたら手いじいじしちゃうんだけど恥ずかしい。ねえ、日向祭当たったって方たまにいる。おめでとう。もうさ、当落出たんだね。めちゃくちゃ楽しみなんだけど、日向祭。ここだけの話、ここだけの話。あ、なにこれ、クマがいっぱいいる。クマのアイスみたいのがめっちゃ溢れてて可愛い。そう、すごく楽しみ。4月1日2日で横浜スタジアムで初めて日向祭をさせていただくんですけども、野外の日向祭初めてでめっちゃ楽しみ。横浜空がさ、なんて言うんだろう、空しかないみたいな空間で、これ行ったことある方なら絶対伝わると思うんだけど、空しか見えないみたいな、とにかくすごい感動した。だからそこでできるっていうのが本当に楽しみ。どんな曲歌いたい。え、止まったって書いてある、怖いよ。最近電子機器、え、止まったって書いてある。あー、なんでだろう、白目で止まってんのどうしよう、止まってないよ。誰、え、何、一瞬止まったってこと。半目で止まったの結構アップな。動いてよかったね。それクミさんも言ってたわ。そういえばなんかラブラブありがとう、ラブ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 ミードゥラブミードゥラブミードゥ、あ、ラブミードゥって言ってる方いる。同じ気持ち。半目でも可愛いから絶対スクショしないでね、恥ずかしいから。てか私結構よく半目、目が半開きなんだと思う基本。それか瞬きが多いのか。でもゲームしてる時とかあんま瞬きしてない。今日は何時までやるの。今日はまあ1時間ぐらいを予定しているんだが、私いっぱい喋りたいけど、まあ、そのぐらいかな。スプラトゥーン、あ、そう、スプラトゥーン半目いいミーパンの舞台見に行きましたか。まだなの。でも絶対見に行くよ、もちろん。髪もっと伸ばして、伸ばすよ。でも結構みんなが思ってるより長いと思う。見える、結構もうへそいで。でもセーラームーンぐらい長くなってみたいから一回。でもレイヤー入れてんのよ。これ理由があって、ちょっと待ってね。あ、そう、理由があって、あの髪の毛が結構猫っ毛で、言い方よくない、なんていうの、ペチャンってしやすいから、こう少しこういう毛を混ぜることによってこういうふわふわヘアができるようになるんですね。全部長いすぐペターンってなっちゃうから、こうキャンキャンとかでも役立っております。そんな感じ、伝わった。ベルメールさんはしません。
スラムダンク見てない。結婚して結婚して結婚して、ええこんばんは、分かった、レコメン日曜日だっけ、日曜だから2日後、レコメン聞いてねみんな。あ、インスタのストーリーにタイムフリー載せるの忘れちゃった、今週忘れてたらみんな教えてください。タイムフリーでレコメン大好き、ありがとう、レコメン毎週聞いてるよ、ありがとう。クマかけるバーバーっていう文字出てきた、ありがとう。クマ好き、テディベア、プ、クマやって、クマ久々にやった、結構レコメン聞いてるよって方多くて嬉しい、ありがとう前回さ、カトシ軍団募集しますって急遽ね放送前に募集したんだけど、めちゃくちゃ面白い軍団員が今集まってて、で候補生が2人いる子めちゃくちゃ面白かったぐらいんだよね。のりさんの YouTube でいつも振り返り動画が上がってるから、それもよかったら見てください。ちょっと待って、私軍団ポカタイム、はい、笑ってるね、うん、動体視力がさ、前はすぐ読めたんだけどな。ポカ最近どう？ポカなんかいつも写真撮るときいるよね、ポカ用の写真とかさ、写真撮りますってなって、ポカやポカポカのってなって、なんかポカいつも誰にだどのメンバーに渡そうかみたいな感じ、気まずいよね。日向祭でも新しいポカ出んのかな。え、日向祭ってことはさ、ひらがなケーキの曲もやるかな、どうなんだろう。めちゃくちゃ猫背だった。うん歌いなさい、割とめちゃくちゃ良かった方なんだけどな、がっかりだよ自分に。ひらがなの曲ね、嘆きのデリートやりたいねハマスタでハマスタで合ってるよね言い方、横浜スタジアム、男友達だから来ると思ったいいね、あれもひらがなケーキやれるとしたら日向祭とかなのかな。耳に落ちる涙、あ、それね去年のねツアーでやったんだよ実は、ワン、めちゃくちゃ久しぶりにやった一期生曲、あ、一期生曲でね好きなのあるよ、あれ懺悔大会、真夜中の懺悔大会めっちゃ楽しいなんかさ、前回のさが真夜中の懺悔大会からの魚は空を飛ぶっていうかっこいい曲だったから、なんか終わったら静かにしゃがんでてくださいみたいな言われたのにさ、みんな懺悔えとかずっとやってるからさ、京子と二人でムフフフって笑ってた、京子のムフフフちょっとのエピソード、ナッチョ大好き、みんな大好き、ちょっとのエピソードまでナッチョとは日向署のこの間リアルイベントがあって、その時に会ったんだけど、あきおめって言ってすれ違いだって、もうナッチョは本当に私見てちょっとうるうるしちゃった、お家で実はマナフィーはなんかマナフィーはちいかわのポーチをくれたの
って、でちいかわのキーホルダーを私とマナフィーの分買ってプレゼントするねって言ったままずっと渡してない。プレゼントするぶってずっと渡してないから、じゃあ明日渡すわ。こうやってみんなに言ったから忘れないわ。ビジネス NG、 ああ瀬尾くんのバチキャラだったよね、去年ぐらいまで。治ったけど、え待って止まってたんかな。トシちゃんのまつげ羨ましい、ありがとう。ここすっごい今日元気なの、ここ目尻だからこうやってね、だけど上がってきちゃうんだよね。でもみんながこうやって画面上だといい感じなのかな。止まってない、ありがとう。誕生日何する、としちゃんの、何がいいかな、わかんない何してるか。正直わからないけど、でも今日できてよかった。4期生との交流ある。うん、でも日内の収録とか一緒にやってる、そんな感じ。できたらするね。じゃあ始める方です、よろしくお願いします。びっくりした。岸くんさ、4期生の岸ほのかちゃんっていう子がいるんだけど、ひなくり、あひなくりめっちゃ楽しかったね。ひなくりのアンコールのキュンで初めて4期生みんなでやったので、4期生振り入れしてて、そのけどどうしてもやりにくそうなステップがあったから、なんかなんだそこだけ教えてあげたって言うとあれなんだけど、自分も初期ダンス経験者が1期生なんか多くて苦戦した記憶があるから、ちょっと苦戦してるっていう気持ちがめちゃめちゃあるけど、なかなか自分からみんなの前で立って教えるいうシステムね。はい。岸学ぶくん、あ違います、岸さんの方じゃなくて、岸ほのかちゃんです。岸くんって呼んでるんですけど、おう、フィーバータイム、まだフィーバー。キツネどうす、切りたての前髪、そう最近切り髪、また近づいちゃった。あ待って、まだフィーバーしてる、まだフィーバー。なんかマナフィーとね今すれ違いが起きてるの、今思い出した。マナフィーになんか別に返事はしてほしくないけど、マナフィーになんか彼マナフィーがこのポカだとしたのでも別になんかどうしたのとか言ってもらいたいわけじゃなくて、なんかただこうやりたかっただけなんだけど、ふむふむみたいな感じでしてくれてて、あそういうのはありがたいわみたいな、そういう反応を言ったのね。それでまあそうですね、それでそれもホムホムみたいなするようになっちゃって、だから悲しいの、なんか感じなんかそんな常になんかこうそふむふむで普通に話してほしいんだけど、普段からなんかこう笑顔でスルーをするから想像できる。そうあしらわれるってこと、そう和田に人に絡みたい時にマナフィーにうーんみたいなやったりするんだけど、
その時らはこう「はいはい」みたいな感じしてほしいな、どっか行くみたいなこと言って、この感じすっごい難しい。そうマナフィー面倒くさくなってるのかも。ちょっとまつげがすごい見えるからこうやって隠そう。おフィーバー21カウントダウン出てる。あ2時間やばい、フィーバーが止まらない。はい、ありがとう。ニッパー。ジョジョの話？そうあるよ。あのさ、見切れてない全部見よう。あのね、なんだっけ、最近その家電製品、電気製品を無意識に壊れちゃうから、あ私そういう電気のスタンドなのかなって思う。伝わった。何部まで見た？4部と5部は寝てたって感じで、3と徐々に家電買い替えてないよ。多分スタンド能力で今ちょっと壊れてるだけだから、多分小坂さんが点数好きなやつだ、見てみようと。ありがとう教えてくれて。ハンターハンター見てんの知ってんの、めっちゃかっこいい。今あのあるあのゴンさんの後は見てて、見返しててかっこよすぎて、次から走る時電光石火っていうことにした。電光石火、そしたら足速くなりそう。俺とのエピソード教えてってめちゃめちゃ来るけど、ないよ。ありません。カトシンジ懐かしい、それも1年前ぐらいだよね。バレンタインデー企画だから、カトシンジいつかまた見れるといいね。チェンボリーミッキー紅白で夢が叶いました。でもこの間川田さんとディズニーランドに行った時に、あのいつも私さジャモリミッキーさあのエントリー外れちゃうんだけど、カツさん願ってみたいな言ったら当たったので、二人で楽しんできました。斉藤京子ちゃんとのエピソード、京子凛はエピソードなんだろう、今日もあったけどいるだけで安心する人です、そんな感じ。あとなんかなんだっけ、そう京子とひなくりをやってて、あ京子と新芽多いなって思った。今更っていうか新芽楽しいなって思った。知らないうちに愛されていたで、なんで面白かったんだっけ忘れちゃった。でも2人で目を合わせて笑ってる時すごい楽しいですね、そんな感じ。今更やな。そうなんかひなくりでめちゃめちゃ実感した。あのときめきそうをさ2人でフロントがそのヒロの時、フロントがひなくりの時私と京子だけだったから、あれそれだけじゃないな、でもなんかいろいろ思ったんだよ京子。そうそうそう
ほのちゃんとのエピソードありますか？ほのさんとはね、でも今度遊ぼうねって言ってるよ。なんか2人ともさ、なんかよくわかんないけど1日おきに1ターンみたいな感じで連絡取り合ってるそんな感じでもね、ほのさんにね、スプラトゥーンをね、鍛えてもらいたいんですよ。だからちょっとお願いしますね、ほのさん。はい。めっちゃエピソードは祭りになっちゃった。ひなのはね、今日会いました。なんか今変なイントネーション出ちゃったかも。ひなのになんか何を話したっけ、今日頑張ってね、あのすれ違いだったから頑張ってねみたいな会話して、可愛いね、ひなちゃん。控え室の席が隣でだった。としちゃんとほのすのラジオまた聞きたいってあったね。またやりたい。くみさんともラジオやってみたい。やったことあるんだけど、何回か2人で前ラジオ日向日かなでやった時に、くみさんでしほさんってなんか話しててめちゃくちゃ楽しかった。2人でラジオやりたいですね。1人でディズニー行ったことあるよ。なんか写真ちょっとってあっってなった。一人でモンスターズインクなって、その時は結構前だから写真今あるのかな、写真を一人でこうやって最後見れるんだけど、なんか面白かった。今日つけてるリップ何、ね、何をつけたっけな、すごい落ちにくいリップ落ちにくいリップ。でもね、クミさんとお揃いで買ったリップなんだよ。後で送るわ。ちょっとクミさんとのエピソードが多くなってしまいました。下唇がもうちょっと収まったらいいな。ヒートテック着てる？今着てないかも。キャプテン来る？来ないよ。ごめん、期待させてしまってたらごめん。来ないよ。お水飲みます。待って。ちょっと待って。なんでスタッフさんとのエピソードあってめっちゃ聞いてくんのみんな今野さんとのエピソードすごい聞いてくる。のりさんとのエピソード、のりさんはもうめちゃくちゃ私の人生にとってなんかもうすごいなんていうの、人生にとってって言うとあれだね、なんて言うんだろう、すごいなんか悩んだ時とかに相談するとなるほどっていうかっこいい返事っていうか、あのなんていうの、返し返事、そのレコメンの CM の時とかに相談とかするとすごい、そうなるほどっていう、もうほんと人生の先輩兄貴って感じだね。え、何？ずっと笑ってて怖いって書いてあった。こうトーク取るべきですか？え、私の？え、取ってくれたらめちゃくちゃ嬉しい。けど嬉しい嬉しいな。トーク撮ってます、ありがとう。あー
目が回ってきたぜ。遠く撮ってます。スタッフさんとのエピソードは言えないよ、言えないよ。最近マナビーと喧嘩した？してない、してないけど、してない。なんか紅白とかの時の控え室が、クミさん目の前にミーパンで、ミーパンの隣にマナフィーだったんだけど、なんかめちゃくちゃ楽しかったんだよね、その空間が。最近のマイブームは池袋ウエストゲートパークかな。今日もヘアメイクさんとその話をしてました。アニメ？アニメは何見てるかな。コナン、コナンずっと見てる。昔のを結構振り返って、小学生ぐらいからずっと好きで、前トークに送ったことあるんだけど、小学生からずっとコナンの模写、コナンの登場人物の模写をずっとなぜかしてる、してて、ちっちゃいながらこう漫画読んでたね。いつもどのエピソードが好き？悩むな。めっちゃ好きなのいっぱいあるよ。でもさっき見てたのは、あの図書館の、あ、図書館じゃない、図書館、図書館もめっちゃいいんだけど、あれは最高だよ。あの美術館のやつ見てた、さっき。これで伝わるよね、コナン好きな方。美術館のオーナーさんの話みたいな。図書館の怖いよね。すごい、分かってくれてる人いる。図書館のちっちゃい時見た時めっちゃ怖かった、ね、でも怖いの好きだからさ。コナンの映画楽しみだね。めっちゃ楽しみ、コナン。せやでくど平時夜4巻か。津川館長すごい、みんなすごい。コナンファンめっちゃいる。館長の顔がね、あ、そう、暗闇の中の館長がめっちゃ怖い。バロー。あー面白。あのさ、新一がさ、復活してさ、文化祭のあれもすごいちっちゃい頃好きだったな。文化祭でさ、急にランの相手役が新一に、文化祭の劇でなるやつ。黒の騎士だ。そうそうそう、ありがとう。やばい、みんなめっちゃ詳しいんだけど、みんなとずっと喋ってたよ、こんなの話。急にエクスペクトバトムダムって言ってる人いる。ハリーポッター、ハリーポッターファンの方もいらっしゃいますね。私ハリーポッターもドワー好き。年始からさ、めちゃくちゃ見れるようになったじゃない。だから最高だよね。ていうか今年の夏にハリーポッターのスタジオツアーができるじゃん。もうだよ、やばくない？もうさ、ずっと楽しみにしてたらもう今年できるからさ、もうめっちゃ楽しみ。もう絶対行くから。行けるのかな。でもね、ハリーポッターの舞台もあともう何回も見に来てんだよね。ユニバのハリーポッターエリア行ったことあるよ。行ったわ、行ったわとか言って行ったよ。初めて行った時のこと今思い出しちゃった。思い出した。なんか高校生の時だったかな、なんかアルバイトをして行ったな。それですっごいもう感動しちゃって、一日ハリーポッターエリアから出れなかったんだよ。もう感動しちゃって、もうずっとここにいたいみたいな。で、三本のほうきっていうレストランあるじゃん、
あの映画っていうかあのハリーポッターの中にもあるお店なんだけど、三本の箒のテラス席でずっと音楽聴きながらなんかこうやって黄昏れてた。スリザリンスリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、スリザリンって言われたらさあってなるよね絶対。ユニバ行きたいな、ユニバーサルステージオジャパン。うわ最近行けてないな、去年いつ行ったっけ、去年の年始に山下美月さんと行ったんだよね。めちゃめちゃ楽しかった。久美ちゃんとも行ったな、なんか仕事終わりにあの佐々木久美さんがハリーポッターワンピースが大好きでプレミアムショーが見たいねって2人でずっと言ってて、仕事終わりにブワーって遅いて、もうギリギリ間に合った。もう到着した瞬間始まって、ギリギリセーフで、もうすっごい楽しかったな。ああいう弾丸なのいいよね、弾丸って楽しいよね。こんばんは、今から見に来てくださってる方いる、ありがとう。行動力すげえなありがとうなんかね行動力っていうか、なんかそれがねその日で終わっちゃうレベルで、もう急がないともう終わっちゃうレベルで危機的状況だったから、もう行く、その日しかなかった、行くしかなかったって感じでも新幹線乗るのめっちゃ好きなんだよね私、なんかぼーっとできるしさ、なんかその隣座ってる人とかとおしゃべりしたりして楽しい。あ、その知らない人とかじゃないよ、ちゃ一緒に新幹線乗ってる人、うん、行動力。でもこの時間っていうかこの時はその時しかないから、やりたいって思ったこと多分やった方がいいよ。みんな頑張れ、寒いから。カトシーふっかるそうってあった。でも割とそっち寄りかもしれない。メンバーの家とかすごいピョンっていく。昨日もあのピョンってクミさん家行って誕生日お祝いしました。メンバー全員分のエピソード、ちょっとそれちょっともう時間内に終わんないんじゃない、もう時間がやばいもん、もう終わりの時間だ。大学合格しておめでとう、ありがとう。そろそろお別れだわ、うん、早かった。なんかずっと喋ってたら終わっちゃった。でもずっと喋ってたらなんかここら辺暖かくなってきた、終わらないでほしい、終わっちゃいます。またやったら見に来てください。寂しい？何それ、みんななんかすごい、ありがとう。今日いっぱい喋ったね、お日様、へいお日様。今来た、あごめんもう終わっちゃう。お仕事頑張れ。そうだ今日何曜日だっけ、これさっき日曜日だ、明日からまたみんなお仕事一緒に頑張ろう、月曜日。へい、寂しい気持ち、大丈夫だよ、夢に出てくるよ私きっとみんな今ここに来てくれてるみんなの夢に今年は出てきます。夢で会いましょう。アディショナルタイム、アディショナルタイム好き、あそこ好き、金村の落ちサビじゃなくてあれそこなんて言うんだろう、何メロって言うんだろう、超難しい、ごめんね言い過ぎちゃったとかのところへんからが好き。伝わった？あいあい何かみたいになっちゃった、あい。としちゃんみーぐりなんか書いてあった、みーぐりの質問かな。みーぐりね、次いつあるかわかんないけど話そう。これの1対1バージョンってことだよね、
もうちょっと画面がこういう感じ。ありがとう。みぐりごっこ。体調気をつけて、みんなもだよ。配信ありがとう。ありがとう。延長はできませぬ。ごめんね。てか言うてあと5分ぐらいあったわ。終わります。予告。あと数、なんか止まっちゃったかも。もしかしたら。止まったろ？止まってない？私のコメント欄が止まってるだけだったかも。頑張ります。頑張りましょう。うん、またショールームやるね。じゃあもうそろそろ終わろうかな。ありがとう。本当にバイバイ。スクショタイムっていっぱい書いてあるから、こうスクショして終わってください。終わってくださいって私が終わらせないと。あ、間違えちゃった。コメント欄もしちゃった。本当にバイバイ。スクショした？